ちょっと伸びすぎているように思われるかもしれませんが、実はね、これくらいのフキノトウがね、美味しいんですよ。今からこれね、取っていきたいと思います。これね、油炒めにして食べるのに最高。ですね、これを割ってみると、ここにですね、虫が入って繭作ってます。これね、あと煮た後に、これ割って、で除去すればいいだけなんで、気にしないで、取っていただければと思います。フキノトウですね、頭が苦いんで、これ取って、さっと茹でて油炒めにして食べると非常に美味しいです。あとオリーブオイル漬けとかね、いいですよ。こんな感じです。以上です。ストッキングを入れて膨らました生地になります。
これをですね、こうやって、丸めていくんですけども、ここをちょっとね、厚めに、ね、こっちを薄めにすると上手に包めるみたいですね。よいしょ。これがですね、フキノトウの油炒めになります。これ昨日取ってきたやつなんですけど、こうやって、包んでいきます。これで出来上がりです。こんな感じですね。これをですね、こんな感じ、こんな感じですね。湯気が出ています。うわー、うまそう。いただきます。